皆さんはじめまして「ジャパン・ルネサンス」にようこそ本チャンネルは日本文化最高を目的とした放送番組です今回は仏教学者広幸也さん本名増原義彦氏の本「すらすら読める商法元素」の朗読ですシリーズで読んでまいりますのでご堪能ください 道元の生涯道元禅のキーワード心身脱落その時道元1200年から1253年は中国は僧の全員天道山にあって修行中でしたその時というのは過六元年1225年中国の元行で言えば王教元年です大勢の僧が僧業座禅をしていました道元ももちろん座禅をしています ところが一人の温水がその座禅の最中に居眠りをしてしまったのです。それを入情禅師が叱ります。参禅はすべからく心身脱落になるべし。叱間に脱水して陰毛をなすに大変や。参禅することは心身脱落のためである。それなのにお前はひたすら居眠りばかりしておる。そんなことで参禅の目的が果たせるというのか。そんな意味の叱咤です。 そして如場禅師はその居眠りをする僧に啓作を加えましたその瞬間道元は悟りを得たのです自分に向かって言われたのではない言葉他の運水を叱るために如場禅師が発した言葉が触媒になって道元に悟りが開けましたそこで道元は直ちに如場の法上に入り証拠を礼拝します 何のための証拠かと死の女女が問います道元が答えました心身脱落し来たる女女は弟子の道元の悟りを認めました心身脱落脱落心身女女はそう言いますしかし道元はいささか不安だったのでしょうこれは残児の技量ちょっとしたテクニックですお生よ乱れに私を因か。 肯定しないでくださいと言います。わしは乱れにお前を引火したりはせんよ。ではその乱れに因果しないところは何なのですか。脱落脱落。女性はそのように脱落といった言葉を繰り返しました。そしてそれによって弟子の道元の大悟大きな悟りを証明したのです。この時道元は26歳。ちなみに氏の女性は63歳でした。いきなり 結末的な悟りの場面から書き始めましたが、お分かりのように道元は、この心身脱落といった言葉によって悟りを得たのです。したがって、道元禅の本質は、この心身脱落にあります。私たちは、この心身脱落を理解することによって、道元の思想が理解でき、そして道元の主張である商法現像を読み取ることができるでしょう。では、心身脱落とはどういうことでしょうか。 しかしそれを解説する前に道元がそこに至った思作の奇跡を見ることにします仏だからこそ修行ができる。道元は正司2年1200年1月2日京都の貴族の名門に生まれました遺説もありますが父は内大臣子が道親母は官服大乗大臣 藤原元夫の娘であったと言います。しかし、彼は3歳にして父を、8歳にして母を失ったようです。そのことも理由になるのでしょう。道元は15歳の春、比叡山の天台座須公園について、提発山へしました。貴族政治家の世界から、宗教者の世界へと身を転じたのです。だが比叡山で宗教中、彼は一つの疑問に包着します。 仏教の根本に触れるようなな大きな疑問ですすなわち「厳密の二教ともに断す」「本来本仏性天然自称心と」「もし核のごとくならば三世の諸物何によってかさらに発信して菩提を求むりやといったものです「大乗仏教も密教も共に教えている人間はもともと法性仏性を持ちそのまま仏である」 それであるのに過去現在未来の諸物はなぜわざわざ発信をして菩提悟りを求めるのかただしてあるこのような疑問を持ったとして憲法5年217年はのにはさらに京都のこの疑問を明前は当時宋から禅を伝えてきた永祭1141年から1215年要祭ともいうの皇帝ですそして6年後の 女王2年、年3月、道元は明前と共に博多を出奔し宋に渡ります。道元が24歳の時です。もちろん比叡山で抱いた疑問を解くためです。けれども宋においてもなかなかこれといった死には出会えません。諦めかけた道元は日本に帰ろうとしますがその時天道山に明前でに道元を訪ねていたんですが余を起きましたれ前死に,に会うべく再び訪れました。 そしてこの人こそ、自分の求める死であるとして、道元は余条の下で参戦します。そうして冒頭に述べたように、彼は徳をしたのです。そうに渡った2年後でありました。では彼の疑問はどのように解決されたのでしょうか。道元はあらゆる人に仏性があるのに、なぜ修業をしないといけないのか、と発問しました。仏性とは仏になれる可能性です。 みんなが仏になれる可能性を持っているということはつまりは全ての人が仏なのですあるいは仏師仏のことを読んでいい桶家教の比喩本はこの3回の衆生が全て仏師であると書いていますだとすると道元の疑問は仏であるのになぜ修行をせねばならんのかということになりますだがこれは道元の発問の仕方がおかしかったのですこれは結論の方から言うならば我々は 仏だだからこそ修行ができるとなりますよくく考えてみてみさい仏の反対は凡夫ですが凡夫には修行ができません凡夫はすぐに誘惑に負けてしまって仏道から外れて堕落します私たちは仏ないしは武士であるからこそ仏道を歩めるのです入城前市の下で得をした道元はそのことに気づいたのです修行と悟りは一つである。 もう少し言っておきましょう。道元は日本に総統宗の禅を伝えて、日本総統宗の開祖になりました。道元が指示した明禅の知りある英才は、道元よりも以前に日本に臨済宗の禅を伝えています。総統宗の禅と臨済宗の禅は少し違っています。後者の臨済宗では弟子の指導に公安を使いますが、総統宗ではほとんど公安を使いません。 だがその違いはわずかです。それゆえ以下では必要な場合以外は臨済宗と相当宗の区別はしないで論ずることにしますさて禅宗といった故障ですがこれは最初は座禅宗と呼ばれていました座禅は禅嬢とも言います禅嬢とは座禅禅嬢を重んずる宗派ですところで仏教においては最初の最初から 開学、上学、絵学の三学といって仏像の修行者が必ず修学せねばならぬものとして戒律と禅情と知恵が重んぜられていましただとすると禅宗においては三学のうち一つである禅情が大事であってあと二つはどうでもいいと言っているのかといえばそうではありません三学の一つの禅情だけであればいわば三分の一の 禅になりますそうではなくて禅宗においては「禅界一如といったような言葉があるように禅のうちにも「界」も「絵」も含まれているのですしたがって「一分の一の禅」と言われていますそのような禅を道元は日本に伝えました,したがって道元においては座禅は単に悟りを求めて座る修行ではありません悟りを求めて座禅をすれば座禅は師団になってしまいます それれであれば3分の1の禅になってしまいまいす。そうではなくて座禅がすべてでなければならないすなわち座禅の中に悟りがなければならないのです座禅は仏になるための修行ではなしに仏が座禅をしていることになります道元はこれを首相一等、首相不二首相一女本性修正と表現しました修行と悟り とが一つであります。本性とは我々が本来悟っていることでありその悟りの上で修行するのが修正です。一等不二一乗本性明と証言しました。修行と悟りとが一つであり本性とは我々が本来悟っていることでありその悟りの上で修行するのが妙衆です。 そうだとすれば、座禅とは、禅ンにあって、座ることだけではありません。行従座が、歩き、止まり、座り、うす、のすべてが座禅です。日常生活そのものが座禅です。食べるのも眠るのも座禅。いわば、仏が食事をし、仏が眠る。それが座禅です。道元によるとすれば、士官多タギ。そうだとすれば、座禅とは、禅ンにあって、座ることだけではありません。行従座が、 歩き、止まり、座り、うすの全すてが座禅です。日常生活そのものが座禅です。食べるのも眠るのも座禅。いわば仏が食事をし仏が眠る。それが座禅です。道元によるとそれは士官ただです。士官とは壮大の言葉でひたすらにといった意味。全身全霊でもってひたすら座りに抜きます。そのひたすら座り抜いている姿こそが仏であり、悟りです。道元はそのように考えました。 仏になるための修行ではなしに、仏が修行しているのです。道元が発した疑問は実は安倍コベだったのです。道元にターに元能備着。道元による立証戦略。そのような悟りを得て,を得て安定元年千二百二万を問う道元は言いました。いや悟りを得て,てといった表現は適切ではない。いいない道元の悟りは心身脱落であったのだから、むしろ放棄と言うべきでしょう。すべてを捨て去って 帰国したのです。空手元凶、手ぶらで故郷に帰ってきたと道元は語っています。心身を捨てて帰ってきたのです。では心身脱落とは何でしょうか。もう少し詳しい解説が必要ですが、それは後回しにします。先に帰国後の道元の動きを見ることにしましょう。研究議によりますと、道元の帰国に際して、氏の女性が次のような花向けの言葉を送ったと言います。 国に帰り教式、教活動をせよ広く人間を降りせる上流受楽に従するなかれ国王大臣に近づくなかれただ親山友国に挙して一個半個調理家か人を設営教育し我が衆を断絶に至らしむることなかれだが教具の道元はその言葉に反して京都の県人寺に入りました。 兼任寺は名刹であって、新山遊国ではありません。帰国直後だから、新山遊国に適当な地を見つけることができず、やむなく上有受楽の兼任寺に入ったのでしょう。そして道元は兼任寺において、俯瞰座禅を執筆しています。この俯瞰座禅は、単に座禅の仕方を述べたものではなく、道元前の本質を比例記した書です。 日本の従来の伝統的な仏教教学である天文教学においても禅は念仏など他の修行と重ねて修するという形で認められていましたそれは3分の1の禅でしたしかし道元はそのような3分の1の禅を1分の1に変えましたいわば禅を独立させたのですしたがって不瞰座禅義は禅の独立宣言書と言えるでしょうだとすれば当然のことながら 天台宗すなわち比叡山から道元に圧迫が加えられたことが想像されます当時の賢人寺は天台経学の影響下にあったのですが禅を独立させた道元の立場は県寺の立場とは相いれませんそこで漢禧2年1230年に道元は賢人寺を退いて山城京都府深草の安養院に移りました。そそしてその翌年 道元は安養院において弁道和を書き上げました弁道和はこれもまた衆書一等の道元禅の本質を改陳した書ですそれゆえ私たちは不瞰座禅儀と弁道和をもって道元による立衆宣言と受け取ることにします弁道和の成立した歓喜三年は道元の三十二歳の時でした立衆宣言がされてもその理想を実現するにはそのための特別な道場 騒動が必要ですその道場は天伏元年1233年同じく神僧の地に建立されました観音通院と名付けられ後に高正法輪寺法政寺と略されますと改名された寺がそれです奪還打還によって僧侶を指導訓練するのがこの寺院の目的でしたと同時に我々の商法願蔵がこの年 転覆元年にこの後世時において書き始められたことに注目すべきです小宝願像を道元は死の直前まで執筆し改質編纂しています文字通り彼のライフワークだったのですそれから道元のただの一人のホッス後継者である江城1198年から1280年といった層がやってきて随体するようになったのは 後世時の建立された翌年でした。道元の五六である小宝岩蔵随文記は、その絵状によって出録されたものです。上雄樹落から新山遊国へ。漢元,元元年、1243年、道元44歳でした。道元は26歳で退後し、28歳で帰国、後世時の婚留が34歳の時でした。 そして10年後の漢元元年、道元はその後世時を弟子の千年に譲り、越前の四肥の章に移りました。歴史家たちはこれを北越入山と呼んでいますなぜ道。なぜ道元は北越入山をしたのでしょうか。大きな謎です。研究者たちはその理由をあれこれ推測していますが、正確なところはわかりません。 比叡山側からのアッパが考えられます実は道元はこの頃に朝廷に五国小法義なる意思を法定しますこの書は現存していないのですがその内容は禅によって国を守ることを主張したもので英才の公然五国論に対されるもののようですだとするとそれが比叡山の 反発を買ったのであろうことは容易に想像がつきます。でもそれだけではないでしょう。もっと内面的な理由が考えられます。道元は大衆の救いについて考えていました。それは宗教者であれば当然のことです。どうしたら苦しみに悩む主情を救うことができるのか。その主情の救いのために彼は善を学んだのです。そしてその善を彼は日本に広めようとした。広めるためにはどうすべきか。 そこで彼は朝廷に五億商法業を書いて提出しました。どうか禅を採用してください。そうすればこの国の民衆は救われます。と朝廷に進言したのです。だがそのために比叡山から圧迫を受けます。比叡山の天台宗は五国、鎮魂国家の宗派です。五国であれば俺たちの先輩特許だ。いらざるおせっかいはやくな。そういった理由からのダンスです。 そそのの弾圧を受けて、て道元は目が覚めまししした。た思い出したのです。中国を去る時死の女将が彼に忠告したことを大都会に住むな国王大臣に近づくな新山有国に挙して一個半個を教育し我が全宗を断絶させるな彼は自分が国王大臣に近づいていたことを反省し新山有国である奥越の地に 移ることとを考えたのです。す。私はそう思いますと同時に当時の仏教界においては末法思想が試合的でした。末法師というのは仏教の加工型の歴史観で釈迦在世の時代から遠く離れた末法の時代になると人間の性質や能力が劣り仏教という形骸化した教えは残っていてもそれによって修行をし悟りを開ける者がいなくなるといった思想です。 日本においては平安時代の11世紀半ばに末法の時代が始まったとされますがその末法意識の中で法然の浄土教が広まりました。法然の浄土教においてはこの現世における悟りは絶望的ですから阿弥陀仏がおられる極楽世界に行き生まれてそこで修行をしようとします。それゆえ浄土教のスローガンはオンリ y e ゴング浄土になります。汚れた国土であるシャバ世界を忌避して阿弥陀仏の仏国土である浄土を絶望するわけです。このの思想と真っ向から対決したのが道元です彼は釈迦の正殿の教え正しく伝わった教え実はそれが善なのですがに「末法の時代なんてあるはずがない」と考えました。 仏教を歪められた教えにし大衆に迎合した教えにするならばその教えには堕落があり末法の時代が来るかもしれないしかし自分が如常、性師に学び日本に将来した仏教は釈迦の純正なる教えであってそこに末法時代などあるわけがない道元は自負をもってそう考えたのですだとすると上優呪落は 釈迦聖伝の仏教を保持するにふさわしい地ではありません政治権力に近い場所にいると人間は政治的な圧力がかかってきますそうすると人間は政治に迎合するようになりますその結果釈迦聖伝の仏教が歪められてしまう道元はそれを恐れたのですだから彼は新山遊国である北越の地に移りました 私は道元の心中をそのように忖度しています。個人主義仏教の確立道元が移った地は北陸越前の四肥商です。入山の当初は草案の借り住まいでした。しかし入山の翌年、ここに本格的な土壌が建てられ、それに大仏寺の名が与えられます。そしてその大仏寺が永平寺と改名されたのは、 本流の翌々年すなわち寛元4年1246年でした永平寺において道元は一個半個の設営に専念しますそれゆえ彼の思想はこの段階で先鋭化します例えばそれまでの道元は在家人の修行や得道について肯定的でした仏法を得すること何よ帰線を選ぶべからずと聞こえただこれ志のありなしによるべし 身の在家出,家には関わらず出家であるか在家であるかそんなことは関係がないただその人に志さえあればよいそう言っていたのですところが奥越入山後の道元の主張は次のように変わりますたとえ破壊かいのビクとなりて無法無えなりと言うとも在家のうち自戒には償るべきなり最低の出家者であっても最高のレベルの在家人より上だというのです まさしく出家主主義の主張です。なぜそうなったかといえば宗教運動が在家信者にまでも巻き込む形の大衆路線を取るならば大衆がついて来られるように主義主張が歪められるおそれがあるからです。しかし道元が目指していたのは釈迦が説いた「商法を正しく後世に伝えることです」。「大衆に迎合した教えは釈迦の商法ではない」。 いくら時代の要請があっても、商法を歪めるようなことをしてはいけない。道元はそう考えました。そのためには、大衆路線を変更して、少数のエリート路線に転じる必要があります。そこで道元は、出家市場主義の立場に立ったのです。これは道元の弱さです。国王大臣には近づくな、といった詩の女性の言葉を思い出して、奥越に入団した彼が、政治家に招かれて、のこのことを出かけていく。 っとしたら政治家が仏法に近づいてくるかもしれないといった期待があってのだがその道元にして一度だけ彼は山を下りて鎌倉に行っています北条時折の招きに応じたのです法治元年1247年でした行動なのでしょうがそれは甘さであり弱さであります案の定道元は失望して翌年に永平寺に帰参しました ところで、私たちはこの道元の弱さをどう見るべきでしょうか。それが道元の人間的な弱さであることは間違いありませんが、私自身はその道元の人間的な弱さが好きです。そればかりではないでしょう。私はそこに日本仏教が伝来以来ずっと国家仏教であったことの残滓が読み取れると見ています。6世紀の半ばに日本に仏教が伝来したとき、日本人は仏教を鎮豪国家のために授与しました。 それ以来律令制度の下では総理は肝臓すなわち国家公務員でありました従って道元の意思疾に自分が肝臓であるといった観念があったのだと思いますましてや道元は貴族の出身です貴族は本来政治家ですだから国王大臣に近づくなと言われても為政者から招かれればにめなく断れなかったそういう事情も考慮しておくべきです にもかかわらず道元は、いわば国家主義の仏教から、個人主義の仏教へと仏教を大きく転換させた。道元禅は、まさに個人主義の仏教です。そこのところに道元の新面目があると思います。道元の自弱44歳で複月入山した道元は、10年後の県庁5年、1253年、体調を崩します。 黒越の風土が彼の健康を阻害したのかもしれません。その年の4月、道元は永平寺を出て京都に向かいます。人間にも奇想本能があるのでしょうか。京都は道元の生まれ故郷です。彼は故郷に帰ったのです。しかし京都について間も,もなく、8月28日に道元は自弱しました。去年54、それにしても54歳というのはあまりにも若いですね。あと10年、20年。 道元の寿命が延びていれば、道元の思想は縁熟味を見せて変わっていたかもしれません。それとも変わらなかったかもしれない。変わらなければ変わらないままで、それはすごいことです。変われば変わったで、これもまた面白い。その点が見られないのが残念です。でも、これは愚痴というものですね。 それではまた会う日までまた会える日までさようならチャンネル登録よろしくお願いします。